おいや、どうも、IG でございます。本日なんですけども、フェリックス、畜生すぎるだろ、お前！これまでのキャリア総まとめということで、バルセロナ対アトレティコ、いや、めちゃくちゃ面白くて、で、何面白かったかっていうと、アトレティコからレンタルで、フェリックスってバルセロナに来てるんですけど、その彼がなんとね、先制点を決めまして、アトレティコのファンたちの前まで行き、フルパフォーマンスをするという、なんかもう、えげつないことを、彼はやってのけました。フルパフォーマンスするんじゃねえのとか、なんか多分配信中とか多分言ってたと思うんすよ。結構ふざけてね、ふざけて言ってたんですけど、本当にしたんで、まあ、結構びっくりしたというか、まあなんて言うんだろうな、なんか今朝パブロがアシュラマイクをボコる動画なんか回ってたじゃないですか。なんかあれ見た時の感想と全く同じで、ああみたいな。いや、もちろんゴール決まったのは嬉しいんすよ、嬉しいしよくやったとは思うんすけど、こういうことってあるんだみたいな、結構そういう驚きを感じてしまいました。いや、なんかもうあれは笑うというか、いや、もう明らかにフルパホして以降さ、アトレコの選手たちマジでフェリックスにタックル行ってたし、もうあからさまに潰しに行ってたじゃん。もうなんかあんな見ちゃうとピッチ外でウルトラスたちから襲撃されないかっていうのが本当に心配だよね。いや、だってマジでフェリックスがやってたことってさ、いや、もちろん得点したのは嬉しいんだけど、ちょっと人としてどうなのかっていうところがマジであるから、なんかちょっとこの辺は今後が心配というか、いや本当にね、いや、バルサに対しては特に悪いこと何もしてないからあれなんだけど、本当にアトレこのね、ウルトラスたちから命を狙われないかっていうのが本当心配ですし、まあ個人的にはね、なんかああいうパフォーマンスをするっていうのはおもろかったし笑えたけど、どうなのかなと思ってしまいました。そんでね、その本編に入る前に少し今回の試合について話していきますと、まあ今回のバルセロナ非常に強かったんじゃないかなと思います。バルセロナの試合を見ない方からしたら、結構クンデってね、センターバックで有名という感じだと思うんですけど、クンデ君がね、センターバックをやって、アラウホが右サイドバックをやるっていう状況になると、攻撃がうまくいかず、ああダメだなっていう状況が続いてました。で、そういう状況だったんですけども、クンデが最初から右サイドバックを務めることとなり、アラオがセンターバックにいて、かつ中盤のね、ギュンドアン、ペドリ、フレンキ、この3人がもうめちゃくちゃ躍動してたから、まあ、ほとんどの時間バルサロナはボールを持つことができ、得点はね、1点しか生まれませんでしたが、まあ、素晴らしい形でまあ試合を展開することができてました。だから本当に今回のバルサロナの試合っていうのは面白かったですし、一時期はね、また EL 行きするんじゃないかとか、あれ今回のラリーが優勝難しいかみたいな時期が、まあ、2週間前とかあったんですけど、まあ、今回のね、試合に出てたスタメンの選手たちが誰もかけなければ、まあ、問題なくチャンピオンズリーグでも上位を狙えそうですし、ラリーが優勝もまだまだ狙えるんじゃないかなと思える出来の試合だったかなと思います。まあ、個人的に良かったなと思うマン・オブ・ザ・マッチは、手足提言が怪我をしているので、緊急で出ていたセカンドゴールキーパー、ペーニャ君がめちゃくちゃ素晴らしい活躍をしてたと思いますし、先制点を決めてフルパフォーマンスをしたフェリックスがマン・オブ・ザ・マッチという感じになってましたけども、個人的にね、メインフィスのえげつないフリーキックを止めたり、ビッグセーブをかましてチームのことを救っていったペーニャ君の方がマン・オブ・ザ・マッチにふさわしいんじゃないかなと思いました。まあ、とにかくバルセロナ調子がいいということなので、まあユナイテッドが悲惨な状況を迎えているわけですから、まあ、個人的にはいい気分になれたかなって感じです。まあ、とりあえずね、今回はバルセロナの試合はこの辺にしといて、フェリックスのキャリアについて話していきますので、最後まで好きな方は見てってください。それでは行きましょう。ほら、好きだ。ポルトガルに生まれたフェリックスは才能がある選手と認められていたことから、8歳でポルトのアカデミーに入団。しかし当時の彼は体格が小さかったため、プレーの時間が少なく、一時期はサッカーすらもやめようかと考えていたみたいなんですけども、最終的にライバルチームのベンフィカに移籍することとなり、サッカーをやめるのをやめプレーしていくこととなりました。アスレティック曰く才能を評価されていたものの、体格がまだ小さかったということから、プレーさせるカテゴリーを下げ、フェリックスを育てることにし、その政策が成功したことから、フェリックスは16歳の時にセカンドチームでプロデビューを果たし、後にファーストチームにも合流することになったということみたいでございます。このベンフィカのカテゴリーの調整というのは、フェリックスだけにやった特別なものというわけではなく、ベルナルド・シューバや今話題のアントニオ・シューバもフェリックスと同じような方法で育てられたみたいなので、ベンフィカが素晴らしい選手を生むのは、一人一人の生物学的年齢に合わせた環境を用意しているからなのかなと思いました。そしてトップチームに合流し、試合に出ることになった1819シーズン、リーグでは26試合15ゴール9アシストと活躍し、ベンフィカのリーグ優勝に貢献。またヨーロッパリーグの準決勝でフランクフルト相手にハットトリックを決めるなど素晴らしい活躍を見せ、最終的に43試合で20ゴール11アシストとデビューシーズンながら素晴らしい記録を叩き出すこととなりました。デビューシーズンでここまでかませる若手っていうのはなかなかいないと思いますし、このような成績をフェリックスは収めてしまいましたから、マルシャルやポグバなど伝説のゴー
を生んだゴールデンボール賞にノミネートされることとなり、43試合13ゴール20アシストかましていたサンチョや、42試合20ゴール7アシストかましていたハバーツを抑え、彼はゴールデンボーイを受賞することとなりました。ちなみに票数もね、調べたら出ていったので見ていきますと、サンチョが175票、ハバーツが75票、フェリックスが332票だったということみたいでございます。この時の3人はね、全員ビッグクラブに移籍することになりましたけども、サンチョは現在監督と大喧嘩しうまくいっておらず、フェリックスはね、レンタル元のアトレティコにあのようなパフォーマンスを、まあ、かましておりましたから、結構えぐいことをしてるっちゃしてますよね。まあハバーツは最終的にね、アーセナルに移籍することになりましたけども、まあチャンピオンズリーグ決勝であのような決勝弾をぶちかましておりますから、なんかこの世代って本当癖のある世代だなと思ってしまいました。そんなことでベンフィカで素晴らしい活躍をしたことから、フェリックスは世界中から注目される存在になり、1920シーズン夏の移籍市場にて争奪戦が勃発することとなりました。そしてフェリックスの争奪戦を見ていきますと、最終的に守備的なチームであり、かつあまり移籍金を使わないことで有名なアトレティコマドリードが1億2600万ユーロという高い移籍金でフェリックスのことを獲得することとなりました。当時からアトレティコが彼を獲得することは、フェリックスの特徴とアトレティコの特徴があまりマッチしているように思われなかったので、フェリックスが守備的なチームであるアトレティコにどのように適応するのか、またバルサに移籍したグリーズマンの後釜にフェリックスはなれるのだろうかと注目されることとなりました。また当時のインタビューをね、振り返っていきますと、フェリックスはアトレティコのプロジェクトと歴史の一部になることを非常に嬉しく思っている、チームメイトからの温かい歓迎を受け、クラブを全力でサポートするためにここにいるという話をしていたことから、ファンたちから注目を集めるだけでなく期待されるような存在になっていくこととなりました。しかし直近のインタビューをね、振り返っていきますと、バルサのような攻撃的なサッカーが好きだ、アトレティコの選手にも聞いてみれば彼らももっと攻撃に時間を割きたいと思っているはずだ、もし違う答えが入ってきたらそれは嘘ですと話しておりましたので、アトレティコのファンたちからはかつて期待されていたものの、現在では反感を買うような状況になってしまい、なぜフェリックスは当時アトレティコを移籍先に選んだのかっていうのがよくわからないという状況になってしまいました。まあ当時のインタビューを振り返った後に直近のインタビューを見るとね、暴力を肯定するわけではないですが、現地の過激なアトレティコファンたちに襲撃されても、まあ違和感はないなと思ってしまいました。まあ当時ね、なぜフェリックスはアトレティコへの移籍を選んだのかっていうのを考察していきますと、まあ当時からアトレティコはね、守備的なチームという感じになってましたが、グリーズマンが退団した際、他にもね、デュカ・エルナンデスやロドリー、ゴディンやフェリペ・ルイスなど多くの主力選手たちが移籍していって、ジョレンテやエルモソ、ロディやトリッピアなど多くの選手が入団するということになってたので、もしかしたら俺が入ったタイミングでいろいろ選手入れ替わったし、チームの状況変わるから攻撃的なサッカーやれんじゃねと思ってフェリックスがアトレティコを選んだっていう説はあるんじゃないかなと思ってしまいました。まあこれはあくまでも俺の考察に過ぎないので、有識者の方もしいればコメント欄にウェイをしてくださると幸いです。そして入団したフェリックスはプレシーズンでめちゃくちゃかましており、まあ我々欧州サッカーファンからすごく注目を浴びることになりましたけども、最初のシーズンっていうのはベンフィカでのデビューシーズンと比べると36試合9ゴール3アシストということでしたから、期待されていた役割、移籍金などを考慮すると思っていたような成績、期待されてた活躍ではなかったんじゃないかなと思います。まあとはいえチャンピオンズリーグリバプール戦で、まあマルコス・ジョレンテに素晴らしいアシスト決めてましたし、移籍金とね、昨シーズンでの活躍を考えたら確かに期待外れ感は否めないですけども、ラリーガでのデビューシーズンと考えれば悪くはなかったんじゃないかなと思います。当時の年齢も考えるとまあかなり若かったしね。そしてアトレティコがリーグ優勝した次のシーズン、クラブは優勝することができたんですが、スアレスやコレア、カラスコ、レマルなどが活躍していたことにより出番は減ることになりましたが、最終的に40試合15ゴール6アシストと昨シーズンよりもいい結果を残し、その勢いのまま覚醒し、一時期は試合が始まったら15分以内に得点をしていたことからジョバン・フェリックスと呼ばれるようになり、チャンピオンズリーグのシティ戦ではシミューネ監督が絶対堅守の 5-5-0 のフォーメーションを採用した際、攻撃時のワントップを任せられるなどシミューネからは信頼され、それだけでなくサポーターからはアトレティコの年間最優秀選手に選ばれるなど、フェリックスはアトレティコに移籍してから一番の活躍を優勝した次のシーズンかますこととなりました。しかし結果は意外と35試合15ゴール6アシストと昨シーズンとあまり変化がなかったので、調子がいい時の活躍をね、継続的にかますことができるようになれば、さらにもう一つ上の段階の選手に行けるんじゃないかなと当時俺は思ってたと思います。一度は年間最優秀選手に選ばれたのにもかかわらず、まあ今のような感じになってしまったっていうのは、まあ時の流れの残酷さみたいなのを感じざるを得ないですし、まあ人生っていろいろあるよなと思わされてしまいました。多分当時のアトレティコファンにね、
今の現状を話したら信じない人がほとんどなんじゃないかなとも思います。まあでも一部ファンはあれか、チームスタイルに完全にフィットしているわけではなかったから、まあ納得する人も一部いてもいいとは思うけど、まあ多数派ではないような感じもマジでします。そしてシミオネとの関係が悪化することになった昨シーズン、シーズン序盤とプレシーズンでは新しいポゼッションサッカーがうまくいき、開幕戦ではね3アシストをかますなど、今年のフェリックスこそは本物なんじゃないかという雰囲気が出ておりましたが、昨シーズンいいコンビを見せていたグリーズマンが試合の終盤でしか試合に出れなくなってしまい、フェリックスは徐々に出番を減らすこととなりました。そしてチームはチャンピオンズリーグにてグループステージで敗退し、出場機会を減らしていたフェリックスはシミオネ監督にブチギレ、冬の移籍市場でチェルシーにレンタル移籍されることとなりました。グリーズマンと一緒に出れない問題やチーム全体の不調など擁護する要素っていうのはね全くないわけではなかったと思うんですが、フェリックスがシミオネにブチギレてしまったので、冬に出て行かざるを得なくなったっていうのは仕方ないんじゃないかなと思います。そして冬からチェルシーにレンタル移籍をしたんですけども、圧倒的な技術力を見せ救世主になるんじゃねみたいなプレーをかましていたっちゃいたんですが、そのデビュー戦でレッドカードをもらい3試合の出場禁止処分を食らいました。その後まさかのアトレティコを煽るような発言をしつつも、アトレティコはフェリックス退団後から13試合負けなしという記録を更新し、最終的にフェリックスはランパードからの信頼を失ってしまったので、あまり出番を得られず、本人はチェルシー残留を希望するような発言をしておりましたが、20試合4ゴールという結果しか出せなかったため、チェルシー上層部はねレンタルできた際完全移籍を狙うぞみたいなバイブスだったみたいなんですけども、アトレティコはフェリックスを完全移籍させる場合は1億ユーロを求めておりましたので、チェルシーの上層部は考え方を改め、新しく就任したポチェッティーノもフェリックスを完全移籍で獲得する必要はないと判断しましたから、フェリックスの希望はチェルシー残留みたいだったんですけども、最終的にアトレティコへ変えることとなりました。まあこのフェリックスのチェルシー編というのは結構自分の立場を追い込むことになったなと思います。まあこれは今ブライトンに移籍しているファティにも言えることなんだけどさ、まあラリーガであんまりだったからプレミアリーグに行く、まあこれはね活躍することができれば、まあ本人の市場価値を上げることができますし、まあお金を持ってるクラブがねプレミアリーグ多いですから一見合理的なように見えるんですけど、プレミアリーグでもダメだっていう判断をされてしまうと、ファティもフェリックスも割と高額な選手じゃないですか。だからプレミアリーグでもダメという状況になり、かつ自分のチームでね居場所がないとなると、本当扱いづらい選手になっちゃうんですよね。だからまあ今後も多分ラリーガのビッグクラブからまあプレミアのクラブにレンタルで移籍する選手っていうのは出ると思うんですけど、うまくいかなかった場合ね本当になんて言うんだろう、行き場を失いますし、その選手がね高額であれば高額であるほど行き場を失い、まあもうサウジ行くかみたいな状況にしかならないので、あんまりこのレンタルっていうのは一見良さそうなんだけども、やめた方がいいことにもなるんじゃないかなと思いました。そして帰ってきたフェリックスはグリーズマンに背番号7番を奪われることとなり、フォレストから帰ってきたロディと共にクラブ内での練習試合ではセカンドチームで起用され、最終的にユースの選手と練習することになり、ブチギレることとなりました。そんなフェリックスですが、一時期はパリサンジェルマンが獲得に動くのではないかと言われておりましたけども、フェリックスのパリサンジェルマン移籍はエンバペの去就次第ということになってましたので、あまり具体的な動きはなく、本人はねチャンピオンズリーグ出場を希望していたことからアストンビラからのオファーも一応あったみたいなんですけども、フェリックスはそれを拒否するということになってたみたいです。またクラブもフェリックスを獲得する際多額の移籍金をつぎ込んだため、フェリックスを安く売るつもりもなかったことから、フェリックスの移籍先は非常に難しいという状況になりました。さあそんな状況でフェリックスが何をしたのかっていうのを見ていきますと、ロマノとのインタビューにてバルセロナに移籍したいと発言することとなりました。これは代理人のメンデスの策略かもしれないですが、この発言によりアトレティコのファンたちを怒らせることとなり、チームにも混乱を与えることとなりました。特にこの頃のニュースで覚えてるのは、練習でねレマルにブチギレる様子とかが結構上がってたし、一人で練習する姿とかもね結構ニュースで上がっていたので、あ、フェリックスって結構ブリブリなんだなって思った印象が強いです。まあ今日のゴールパフォーマンスでもだいぶブリブリだなと思ったけどね。そしてフェリックスはこの発言以降、夏の移籍市場最終日までバルサからのオファーを待つと宣言し、サッカー界を再び驚かせることとなりました。ここまでね移籍先に絶望的な選手はあまりいなかったので、ルカクと一緒に動画にした思い出は強いですし、本当に当時のフェリックスはやっべえやつだなと思った記憶が強いです。そしてフェリックスから移籍を希望されたバルサですが、本当にお金がないという状況
況だったため、完全移籍で獲得することはまず不可能だったですし、レンタルで彼のことを獲得する場合でも何人かの選手を放出させなければ難しいよねっていう状況だったと思います。そんなこんなで今シーズンの夏の移籍市場は終盤に突入していくこととなり、フェリックスはアトレティコの中で給料が高い上に高層階の選手という感じになっておりましたから、アトレティコ的にはフェリックスに対してレンタルでもいいから移籍してもらうことが一番いいという状況になり、アトレティコは代理人のメンデスとバルサの上層部と交渉を始めることとなりました。バルサは財政難でしたが、最終便付近にてエリガルがジローナへ、ファティがブライトンへレンタル移籍し、似たタイミングでアブデがベティスへの移籍を決めましたので、給料に空きが出ることとなり、シャビは希望していたカンセロを獲得し、カンセロと同じタイミングでフェリックスはバルセロナへの移籍を決めることとなりました。しかしアスレティック曰く、フェリックスの獲得というのはシャビ監督にとってあまり前向きなものではなかったらしく、シャビはもともとフェリックスに対して守備に積極的に参加しないことが自分のサッカーには合わないと考えており、シャビはフェリックスの獲得に積極的ではありませんでした。正直フェリックスはね、シャビが欲しい選手っていうよりかはラポルタが欲しい選手っていうイメージがめちゃくちゃ強かった思い出があります。なぜシャビはフェリックスを獲得することになったのか、アスレティック曰く、ファティはもともと移籍する予定があった、ないしシャビの中では戦力外という感じだったみたいなんですけども、ベティスへ完全移籍したアブデは構想外というわけではなかったらしく、またファティと同時期にアブデはベティスに移籍したので、攻撃のオプションを同時に2人も失うこととなりました。そのためシャビはね、ラポルタに補強を求めたようなんですけども、ラポルタからはフェリックスを獲得するか誰も獲得しないかという2択であるということを最終日付近で告げられることとなり、最終的にシャビは誰も獲得しないならっていうノリでフェリックスを獲得することになったということみたいでございます。またこのレンタル移籍が成立したのは、フェリックスが400万ユーロという低い給料を受け入れたことがキーポイントだったらしく、スポルトの報道によると、アトレティコとのフェリックスの給料というのは1400万ユーロということになっていたみたいなので、この給料の差を考えると、フェリックスがどれだけバルセロナに移籍したかったかっていうのは分かるんじゃないかなと思います。そしてバルサに来てからのフェリックスを見ていくと、サイドに張らされたりね、左のサイドバックがバルデだったりした時はまあまあっていう感じではありましたけども、ここ最近だとね、サイドというよりかは中のポジションでプレーすることが増え、かつ相方がねバルデからカンセロになりましたから、割と今はいい感じのプレーをできてるんじゃないかなと思います。一応スタッツはね、17試合5ゴール3アシストとなっております。でね、一番フェリックスのいいなと思うところは、なんか本当アトレティコファンには申し訳ないんですけど、熱量あるプレーだと思うんですよね。相手に倒されようが何されようが、何度も何度も起き上がってね、しつこくドリブルを仕掛けてチャンスを狙いに行ってますし、すっげえ泥臭くやるんでね、バルサファンの中で嫌いな人っていうのはいないと思います。だからまあマジでフェリックス17試合5ゴール3アシストだと、まあ買い取るか買い取らないか、まあ買い取り金額もね、まあ今結構安くなりそうな感じもしてるから分からないっちゃ分かんないんだけど、もっとスタッツでね結果を残していかないと、多分バルセロナの財政状況厳しいですから、買い取られるように今のような泥臭いプレーをし続けて、まあバルサの勝利に貢献してくれたらなって感じです。まあ以上で今回の動画終わろうかなと思います。やっぱり選手のキャリアっていうのはね、めちゃくちゃ面白いと思いましたし、最近マジでやってなかったので、まあ評判が良ければ、まあ、別の選手でも何人かの選手を取り上げてもいいのかなと思いました。まあ以上で今回の動画は終わろうかなと思います。それではまた明日の動画でお会いしましょうってことで、チャ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 チ